アンドレ重工への石炭の到着、サンティティエンヌ・アンドレ重鉄道の路線図化の、路線図とは、つの向きが異なるサンティティエンヌ周辺の鉄道会社3社の、路線図左下の斜めの辺が、サンティティエンヌ・アンドレ重鉄道。サンティティエンヌ・アンドレ重鉄道は、フランスのサンティティエンヌとアンドレ重工を結んでいた、鉄道である。1827年に、フランス最初の鉄道として開業した。 当初は馬車鉄道であったが、1844年に貨物列車が1845年に旅客列車が蒸気機関車に切り替えられた。この路線は、惚れ盆地の石炭をロアール川の河口であるアンドレ重工まで運ぶことを目的として付設された。延長1 8トルで開業当初は貨物輸送のみの馬車鉄道であったが、1834年より、 旅客輸送も行った。この路線の最大の問題点は、ロワール川をアンドレジューまで走行できる機関が都市に数週間程度であって、下流へ荷物を運んだ、ランバートと呼ばれる小型船の多くが走行せずに、下流で安価に売却されていたことであり、このことが石炭価格に悪影響を与えていた。この問題の解決策として、サンテティエンヌ・リオン鉄道が1831年に、 また、アンドレジュルール古島鉄道が1833年に、いずれも当初より、蒸気機関車で開業した。これを受けて、サンテティエンヌ・アンドレジュー鉄道も1844年に、貨物輸送を蒸気機関車による運行に変更し、翌1845年には、旅客輸送を蒸気機関車による運行に変更した。 サンティティエンヌ・アンドレジュー鉄道を運営する、コンパニーズ・シュマン・デ・ファー・デ・セイント、エティン・アラ・ローオー、サンティティエンヌ・リヨン鉄道を運営する、コンパニーズ・シュマン・デ・ファー・デ・セイント、エティン・ア・リヨン、アンドレジュー・ル・コト鉄道を運営する、コンパニーズ・シュマン・デ・ファー・デ・ラ・ローオーの3社は1853年に合併して、コンパニー・デ・シュマン・デ・ファー・デ・ジアウンクス・ヨンジローアラ、ローオーとなり、その後の合併を経て、 フランス国鉄となった。現在、三社の路線は新鮮に切り替えられた区間も、合わせて、リンニュでモリットビニレ、サブロンズアリオンペレイクと、リンニュでクレアモント、フェラーアセイントジャストシュールロー王の一部になっている。ありがとうございます。